学校 ICT 環境整備事業は文部科学省による学校施設改善事業の一つで補助率1、2を原則とする学校 ICT 環境整備事業補助金等を主体とする。事業名は施策の対象とする情報通信技術の頭文字に由来する。世界金融危機に対する追加経済対策の一環として平成十一年度補正予算で事業化され、 予算計上額は2081億円で、地方自治体の負担は同じく補正予算で計上された地域活性化、経済危機対策臨時交付金で手当てすることを前提とし、事業費総額は4081億円。平成23年7月のテレビ放送の完全デジタル化に対応させるため、全国の幼稚園、小学校、中学校、高等学校に設置されている。 アナログテレビの買い替え等による視聴できる環境の整備、全国の小学校、中学校、高等学校等における教育用および公務用のパソコン、校内欄の設備など学校の ICT 環境の整備を行うこと。また、デジタルテレビとパソコン、実物投影機等との連携、パソコン、校内欄を通じたインターネットの活用等により、わかりやすい授業の実現。 子供たちの情報活用能力の育成を図ることである。ありがとうございます。